緊急速報、教えてバトルゴリラ先生。はい、皆さんいかがお過ごしですか。ツイステ君が何やらやらかしたようで、というのもね、ちょっとツイステ君の10月の予定になんか追加されたっていうのを小耳に挟みまして、ちょっと急いできたもんですから、ちょっとね、ついしてくんそういうとこだぞ、もう本当にサプライズ上手なんだから、もうあ、10、わあ、ちょっとね、追記ある、中旬だって、しかもなあ、もう何が、あ、統一試験じゃん。あ、統一試験が始まります。個人的には嬉しい。いや、もしかして緊急の通知だったから、もしかして6章ボイス来るかななんて思ったけど、ちょっと違いましたね。まあこれはこれで嬉しいんですけれども、私ちょっとね、バトル弱々の弱なんです。もうちょっと A からギリギリ SS 行くかなぐらいのちょっと実力なもんでね。で、今までの統一試験の結果も A からまギリギリ S 行くかなっていうぐらいなんですけれども、今回どうにかこうにか SS 行きたいなーなんてはちょっと思っ、遊んでね、カードもちょっと見ていただきたいんです。あ、グルビー出ます、すみません、ちょっと注意です、グルビー見たくない人は注意ですが、統一試験のまあ特徴としましては、フレンド様のサポートカードを使わせていただけるっていうね、ところが一番の、まあ、強みなんですけれども、私のサポートをどれにしようかなって感じなんですけれど、ありがたいことにね、前回動画でプレイヤー ID を晒したら15人20人ぐらいフレンド増えまして、本当ありがとう、みんなありがとうということで、ちょっと戦略のご意見いただけるんじゃないかなと思って、この動画回させていただきました。やっぱね、スカラビアの民としてはジャミールをちょっとね、私のジャミールを見てほしい、本当に。見てこれ、可愛くない？麗しすぎない？もう基本的にジャミルはレベマにはしているんです。で、カリムいる人はやっぱり両服いいけれどもね、ヤーサミーナもね、ちょっと使ってほしいんだ。ただディフェンスっていうのがね、私個人的にはちょっとアタックの子を押しがちだから、あまり使ってはいないんですけれども、一応レベルは90にはなってて、魔法レベルもね、まあいいでしょうっていうぐらいなんだけれど、まあ、ちょっとエースとのバディ、ジェイトとのバディが少し低いかな、使いづらいかな、これは。サポでも顔がいい、もうすり抜けながらゲットしたからめっちゃ愛おしいよ。もうどのジャミルもみんないい、みんな違ってみんないいジャミル。あ、そしてね、もう本当にこのジャミもう本当にいい子だったジャミルに2連で来てくれた可愛いジャミルもこちらなんですけれども、まあ、ちょっとね、レベルがやっぱり、まあ、アタックではあるんですけれども、レベル80でちょっと限界突破してないのが気にかかりますね。あとフロイドとしか仲良くないっていうね。あ、セベクもちょっと仲いいんですけど、ジャック使ってる人にはちょっとおすすめはできないかな。そして私がゴリゴリに好きなのがこのおめかしバースデーくんですね。本当にこのジャミルはね、何回も使ってる、本当に可愛い。この子はもう90までちょっと上げてますし、あと魔法レベルもね、マックスにしてますし、バディレベルも3人とも、マックスにしてますし、何よりリドルとね、両服と合わせるとすごい強力よっていうのがちょっと強みかな。だ、サポートこっちにしようか。とはいえね、ジャミル以外にもやっぱりもう素晴らしきカードの方も、特にこのガラレオナはね、本当にもう毎回使っ
ってるし、もうみんなに押して、まだね復刻ね柄されてないので、もしかして持ってない方もいるのかななんては思うんですけれども、こいつめちゃくちゃいいし、もうボイスもめちゃくちゃいいんですよ本当に。一応バディレベルはそれぞれマックスにはしてるんですけれども、顔いいよねもうほんとグルービー前なのにこんなに顔良くて、本当に初めて課金しました私この時にグルービーもいいんだけどね、私は前派です。これね、あのカリムとのデュオが水属性で、そうカリムの両服が水属性あるから、で水属性のバフつくからちょっとね相性いいんですよね、ガラレオナとカリムがね。カリム両服持ってる人はすごく使いやすいような気がしますが、あとねやっぱゴスマリのエースは強い。ドッチミラーもこちらの魔法レベルマックスにはしてまして、あのバディもマックスにはしてるんですが、本当にねリドル、あのエース、このゴスマリエースとリドルとオメカシジャミルの3人はねもうトリオにすると素晴らしき、本当にもう顔がいいやつらしかいねえもんな、ここ。それとね、あと控えてらっしゃるリージ兄弟のねおめかしの方、私本垢の方ではフロイド君を引いたんですけれども、フロイドもねすごくあんまり使ってないんですけれども、バトルではこの顔がいいからやっぱり使うよね11月はユニオン回すつもりですが、あとちょっと一応まあバディレベルはマックスにはしております。なのでもし私のフレンド様がこちらの動画を見ていたとしたら、もうサポートこいつがいいんじゃないとか、あちょっとこいつのデュオボイス見たいんだけどなっていうもしご意見があったらちょっと参考にするかもしれないので、コメントとかいただけるとありがたいです。統一試験の時のサポート、期間のサポートの時反映しますので、あとみんなに聞きたいのが、どうやってバトルしてるのっていう、私の戦い方どうなんっていう感じなんですけど、まあ、今ちょっと全属性でこのデュオが5回できるものをコラを使ってるんですけど、どうやったらS、トリプル S に行くのかわからんよね。まあ、カードも強いのがない、レオナとか、リドルとかまだ編成してないっていうのもあるかと思うんですけれども、みんなどうやって戦ってるの？本当に。ちょっと一回見てほしいので、本当にアドバイスください。てか、久々に倍速にしなかったらみんなの動き遅っ。ハエ止まるんですけど、もうダメだ、もうデュオができん、もうダメだ、終わった、このバトル終わりました。やっぱスコア伸びる伸びないっていうのもね、運もありますよね。最初からデュオ2回できるとよっしゃよっしゃ行くぞっていう、もうやる気にもなるんだけれども、こういう状態になったらもう虚無の時間ですよね。まあ、個人的な楽しみ方としては、まあ、統一試験、まあ、3日、最初の3日間くらいだけ必死に頑張って、後からもう、デュオボイスを、なるべく大きく聞くっていうのと、みんなの SD キャラを、可愛らしい SD キャラを見るっていう楽しみ方なんで。よし、ジャミル、やっぱり可愛いね、カリム君は。かわいいね、スカラビアコンビは。待て、カリムだって可愛いね、我が推しは。怪我するなよ。はい、ジャミルもデュオ来ました。かわいいね、やっぱりスカラビア一番だねやっぱ推しのひいきがすごい。あと、まあ個人的な好みというか、初めてコンビデュオを揃えられたのがこのオクタの2人だったので、ちょっと思い入れは強いんですよね。あとフロイドがめっちゃいいし、このデュオボイス本当秀逸だよな。
白い色って本当に素敵よな。もう本当に我が心をえぐってくる。ああ、もうどうしよっかなね、統一試験。サポート誰にしよう。悩む、毎回悩む。まあ、変えればいいんですけれどもね。日替わりとかね。日替わりジャミルって最高じゃない。ヤーサミーナシルクのジャミルの魔法レベルをどっちもマックスにできたらサポートに回すか。あ、でもな、悩むな。はい、悩んでる間にまずバトル終わりました。あー、 S ですよね、やっぱりね。もう どうなんだろう、どうやって戦ってるんだろう、バトルゴリラども。ごめんなさい、ちょっとお口が悪かったです。ちょっとバトルゴリラ先生方、ちょっともう本当にどうやってるんだろう。まあ、リドル、まあ、やっぱりベーシックテストの時はリドルとかレオナが、両服が、まあ、必須なんよな、きっと。でそれに合わせてなんかアズールとかもあったらいいよな。うん、ちょっとこの本赤の方が少しね、やっぱりそのカードが少ない、あのイベントカードはやや多いんですけれども、やっぱりね、両服が少ないっていうのがやっぱ弱い。あと、もうアタックでバチボコに倒したいからディフェンステストがゴリ弱っていうね。全然ディフェンスのやつ育ててないっていう。さあどうでしょうか、2回目の、ちょっと編成を変えまして2回目のバトルなんですけれども、おめかしジャミルもね。あ、これちょっといいんじゃないの、やっぱおめかしバースデーくん。あ、かわいいね、攻撃する姿も。やっぱりなんとなく強い気がするんだよな。先走るんじゃない、ほんと、なんかディフェンスバランスアタックっていうタイプあるけれども、なんでこう、なんだろう、ディフェンスでも強かったりするのいますよね。これ何の加減なんだろう、これ多分おめかしバース、あのジャミルのおめかしバースでもアタックじゃないですよね、確かディフェンスだっけ。でもなんか攻撃もやっぱり強いんですよね。あ、レベル90だからか、どうなんだろう。なんかそこら辺もね、よくもう初心者並みに分かってないもんですから、もうサイコさんのくせにね。まあ、統一試験のその属性、そのディフェンスとベーシックとそれぞれ分かれてくると思うんですけれども、それがどうなるかにもよりますね。個人的には全属性がベーシックであってほしいと願ってます。本当もうそこしか本当に高得点取れる要素がない。本当にお願いします。もうちょっとリドルを強化してもいいのかな。あ、ダメだった。あ、でもボイスかわいい。そう、私その先見の明というか、その予測ができない子だから、本当に相性悪い攻撃の時めっちゃ多いんよな、本当に。マジでいじめられてるんかなって思うぐらい本当。あ、フリ属性引きすぎじゃない。てかなんやかんやしてるってなら、もうなんか負けそうじゃね。HP ほぼなくね、ちょっとね。久々に負けそう、ちょっとね。もう全然バトルに集中してなかったら負けそうなんですけど。助けて。あ、ジャミル、ジャミルかわいいね。ジャミル誕生日おめでとう。かわいい。あ、やっぱり強いよね。やっぱ強いよな、おめかしバースデー。あー、サポートやっぱり私のアカウント、おめかしバースデーくんから始めよっかななんてちょっと思いました。ということで、クソみたいなバトルをお送りしてきたんですけれども、なんとなくやっぱり統一試験のサポ期間のサポートはおめかしジャミルから始めましょうかね。でもしなんかあ、こういうの見たいな、入ってほしいな、サポートっていう、もしご意見がありましたら、ゴスマリエースでも、
ガラのレオナでも本当にあのおめかしのフロイドでもなるべく参考にいたしますサポート回したいなと思いますのでご意見いただけたらめっちゃ噛んだご意見いただけたら幸いです今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。